西暦 2000XX 年、 AI 搭載超高性能メイド型ロボットオーダーメイドが発売された。オーダーメイドはその汎用性の高さで瞬く間に全世界で大ヒットした。が、その最大の理由は可愛かった。大きいお友達が黙ってなかった。しかし、ヘイロボコ、ファンタちょうだい。ヘイロボコ、ヘイってば。ヘイ、例外もいた。僕とロボコ。ヘイメイコ、ファンタちょうだい。はい、かしこまりました、ご主人様。はぁ、はい、どうぞ。すっげー、わざわざコップについでくれるんだ。しかも笑顔のおまけ付きだ。何よりとても可愛いんだよな。もっと難しいこと頼めよ。え？うちのロボなんて今見せ番してるぞ。僕のメイコは最新式だぞ。そんなの旧式でもできるだろう。わかんないよ、持ってないんだもの。俺が見本を見せてやる。ヘイメイコ、肩を揉め。はい。タンタン。極楽法。いいな。僕は耳かき。はい、ほじほじほじ。羨ましい。いいな、こんな可愛い子に毎日お世話してもらえるなんて。二人が羨ましいよ。僕ん家にもロボがいれば。チェ、今時家に一体もいないの珍しいよな。ま、ボンドンち貧乏だもんな。それの何がおかしいんだよ。確かに笑い事じゃないか。ごめん。せめて笑ってくれ。なんで微妙に優しいんだよ。失言だった。これ少ないけど。やめろそういうの、悪道であれ。俺たちの優しさが気に食わねえってのか。ボンドのくせに生意気だぞ。怒りどころかわかんないよ。悔しかったらお前もロボ買ってもらえばいいじゃねえか。そうだそうだ。くっそー、今に見てろ、すんげーロボット買ってギャフンと言わせてやるからな。できるもんならやってみな。頑張るこった。悔しい。時短だ時短だ。ん？マジで頑張れよ。応援してるぜ。結局いいやつら。ボンドンチ、お願いだよ、買ってよ。友達が変に優しいんだ。ダメよ、うちにそんなお金ありません。それに優しいならいいじゃないね。向けないで。違うんだ、優しさが逆にプレッシャーなんだ。兄弟が欲しいなら今夜パパと頑張ってみるから。違うし、生々しいよ。見てよこれ、中古なら安いのもあるし、ロボがいればママも楽できるでしょ。もうまたそんな適当なこと言って。あら、これじゃあロボットが家事全部やってくれるみたいじゃない。そうだよ。じゃあママパート増やせるし自由な時間も作れるっていうの。そうなんじゃない。なんでもっと早く言わないの。みんな怒りどころおかしいってば。あれ、でもそれって一番安いのですからね。え、やったやったやった。あらあら。じゃあこれ頼んだらママはパパと仲良しするから早く寝なさい。仲良しって何。翌日。まだかな、今日届くんだよね。こら、洗濯物たたんでるから危ないわよ。なんで包丁持ってんの。ついにうちにもオーダーメイドが来た。はーい、はいはーい。あ、ご主人様、早く会いたくてバイクで来ちゃ。なんだ今の。見間違いだよな。人
人のバイク盗みやがって。やっちまえ、おらやれ。いや、これ事件なんじゃ。自分たちの勘違いした。勘弁してください。プンプン、返り討ちにしてる。あら、届いたのね、ママってことは、まさか。今日からお世話になります。オーダーメイドのロボコです。ロボコ、真心込めてご奉仕します。萌え萌え、めつめつ。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。